キャラクタードラマ CD ブック白王記流星夜話。起こしてしまったか。いや、そのよく眠っていたようだったから気にしなくていい。あ、おはよう。うん、起きたのは半刻ほど前だ。急がなくとも大丈夫だ。ただ俺が早く起きてしまっただけで、お前が寝坊したわけではない。いや、幸せそうに眠るお前を見ていたら、起こすよりもそのまま見ていたくなってしまってな。ああ、見てはいけなかったか。気にすることはない。言っただろう。幸せそうな寝顔だったと。そろそろ起きねばな。俺も手伝おう。ああ、わかった。お前にはかなわないな。どうだろうな。遅くはならないと思うが。あ、わかっている。では、行ってくる。なるべく早く帰れるようにする。大丈夫だ。服にかかったわけではない。うん、そうだな。いや、打ち水のことでふと昔を思い出してな。今日の夏は暑かっただろう。だから皆で水まきをしたことを思い出してな。誰から始まったのかは覚えていないが、中庭に水をまくだけの仕事が、気づけば水浴びになっていた。そのことをふと思い出してな。皆お前に水がかからないよう注意しながらふざけていたが、それ以外には気が回らず、廊下を歩いていた土方さんに水がかかってしまった時は、全員が凍りついていたな。あれは掃除がわざとやったんだろうな。おかげでそこにいた全員が大目玉を食らう羽目になった。まあ、当然といえば当然だが。あ、そうだったな。つい話し込んでしまった。そういえば、挨拶も忘れていたな。ただいま。終わったか。いや、大丈夫だ。
それより見てもらいたいものがある。来てみればわかる。今日仕事の休憩中に聞いたのだが、昨夜何度も流れ星を見たという話をされてな。俺も見たことはないが、そう思う。それで、見られるかどうかはわからないが、お前に見せたいと思ってな。先ほどから夜空を観察していたのだが、確認できていない。見られない可能性の方が高いだろうが、それでも付き合ってくれるか。あ、そうだな。言い忘れていたことがあった。聞いた話によると、流れ星が消えるまでに3回願い事を唱えられたら、願いが叶うそうだ。まあ迷信かもしれないが、試してみるのもいいだろうと思ってな。それに、お前はそういう話が好きだと思った。お前ならそう言うだろうと思っていた。お前がいて、この穏やかな暮らしがあって、このままの生活でいられるのなら、俺はそれでいい。そうか。そうなると俺たちが流れ星を探す理由が一つ減ったことになるな。あ、そうだな。これからもこうした時を共にできればいい。もう明かりを消しても大丈夫か？言われてみれば、確かにそうだな。あの頃はいつ敵に襲われるともしれない毎日だったゆえに、体に染みついてしまっているようだ。滑稽だな。もう刀を持たない時代だというのに。そう言われると、腑に落ちるように思えてくるから不思議だな。もう刀を持ち戦う時代は終わったが、皆が信念を持ち共に戦ったことは、今も忘れずこの胸にある。お前の言う通り、誇りに思うべきだな。だが、俺にはこれしかない。またいつか刀を振るう時が来るかもしれぬ。その時が来たならば、己の信念のために刀を手に取るつもりだ。もう染みついてしまった習性と心構えだ。すぐに変えることは難しいだろう。だがお前の気遣いを嬉しく思う。今度流れ星を見ることがあったら、この癖が治ることでも願おう。ありがとう。夜空を観察することが日課になりそうだな。おやすみ。斉藤はじめ、鳥海浩介。